いやー、このさ、メールの家とかもさ、めちゃくちゃ広いよね。エグゼ4はさ、ワンルームだったんだけどさ。結構家のデザイン広そうに見えるのにワンルームしかなかったんだけど。この辺ね、エグゼ1の方がすごいな、普通に。まあ、その分他の容量を削って、違うところに力を入れてたりするんだけど、4とか5はね。さて、これで。あ、いける感じになってるね。環状側までいける。小学生までただ乗り最高やないかい。環状外。これでまあいけるようになったってことか。はいはい、開通しました。なんか一言詫び入れろよ、お前。ご迷惑おかけしてすいませんとかさ。その辺教育ちゃんとしっかりしてくれよ、お前。さあ、お、早っ！一瞬で来た。これもう環状外。環状外駅。来たねー。うわー、違う街来たわー。社会科見学かい？はい。ここはオフィス街だから、こだあんまり来ない。違うんだけどね。珍しいな。うん。なるほど。ここで切符を買っていく感じね。売店がある。へえ。そう、駅の売店ってさ、狭いのに品揃えいいとこ結構多いっすよね。あら不思議。おー！来たね。科学省。官庁街。ここは官庁街で、向こうにある大きな建物にいろんなお屋敷が入っているんだ。ネット商人この人。違う？ソード、ワイドソード、ロングソードの3つは同じ系統のバトルチップなんだ。スモールボム、クロスボム、ビッグボムなんかもそうだ。あ、これプログラムアドバンスのやつ教えてくれてるんじゃん。ありがとう、ネタバレおじさん。湖が見えるかしら？見えません。このまま、やっぱりお役所が集まってるっていうことがあって、ちょっと口がきついね。この真面目な女性なんだろうな。お役人さん、キツが見える。大きなパイプが見え、はい、すいません。見えないですけど、はいって言ってきます。はいって言っておきましょうね。子供は素直にするもんですから。水道局はパイプから水を取り込んでいるの。へー。見えません。あら、よく見てみて。あ、こっちはちょっと優しくなった、口調が。湖どこにあんの？本当に見えないんですけど。本当に。別に、おちょくってるわけじゃなくて、本当に見えないんだけどね。あ、あ、ちょっと待って。弁当一番。サロマさんちゃうのこれ。あなた自然食のサロマさんだ。へえー、ここに出てくるんだね。エグゼ4ではお世話になったよ。ウッドソウル。パクパクネットお弁当食べた。栄養たっぷりで美味しかった。ふふ、あなたとは気が合いそうです。私はサロマさんですね。インターネットを通じて自然保護活動している。最近ウイルスが多くて、よかったらナビのトレーニングのためにネットバトルしませんか？ちょっとやりません。やりません。というのも、ウッドマンっていうナビをこの人持ってるんですけど、めちゃくちゃ強いのよね。多分今勝てるかどうかわかんないもん。負けてもいいバトルだとは思うんだけど、これもしゲームオーバーとかだったらちょっと嫌なんで。いや、サロマさんね、ここで出てくるんだな。ここか。入ってすぐが水道局、その奥に科学省の受付がある。へえ、くっついてるんだ、水道局と。バトルチップには属性がある。炎、水、電気、木、そして無の5種類。それぞれ相性があって、電気は水に、水は炎に。この辺はちょっとポケモンチックですよね。科学省かな？ん？ここは科学省かなって何？お前、しょっぱなのパートでさ、いたおじちゃんもそうだけどさ、なんでここはどこかなみたいな聞いてくるわけ？だとして、なんだよ。記憶喪失か、お前。不審者がどちらなんだ？答えろ。5秒以内で答えろ。よく似てるから疲れてる時はつい間違えてしまう。なるほどね。徹夜明けの科学者の方か。どんだけ仕事してるんだよ。そんな疲れてんの？わからなくなるほど。別のフロアにある。役所というのは待たされるもんじゃの。その間に一つ、公爵垂れるでもするか。この辺りのインターネットにおるネット商人が売っておったウッドアーマーは優れもの。へえ。ネット商人いるんだね。木の安らぎのパワーでダメージ半分。強くね？この属性は効き目だし、いつも通り。しかもいつも通りか。倍食らうとかじゃないんだ。デメリットねえじゃん。属性の力で防御力を上げてるから、それによって効果があったりなかったりしろ。へぇ。状況によって使い分けることが大事。なるほどね。お、プラグインできる。この辺のね、デメリットに関しても、やっぱりエクゼ初期は、まだ固まってなかった感じだね。リスクなしの。すげえ強えじゃんっていう感じのアーマーみたいですけど。あ！こいつラットンじゃないの？なんかネズミの敵いたよな、そういえば。ショックウェーブで、下の2体はやりたいな。よいしょ。あ、一発待たないという。素早いな私。なんか曲がったような気もしたんだけどね、この敵の攻撃。あ、そうだよね。曲がってくるよね。1回か2回、追尾してくるんだよ。確か、ホーミングみたいな。それが強いんだよな、こいつ。ドン。あ、下で撃ってもちゃんと3マス、縦3マスやってくれるんだね。そいつはいいや。バスティングレベル3。枝チョコですな。あ、あったあったあった。これなんだ。エスケープ !L! エスケープか。一応喋っとくプログラムくんにも。たまにリモコンのボタンを押してもチャンネルが変わらないことあります？ありますね。いや、ないか。昔はあったけど。チャンネル当番がサボってる。なるほどね。プログラムくんね。今日はチャンネルを変える当番なんですよ。あー、忙しい。ねえ、昔のテレビはさ、ボタンを押してさ、チャンネル変わるまでがめちゃくちゃ早かったじゃないですか。ラグがなくてさ。ねえ、だからもう、ねえ、ポチポチ押しちゃいますよね。昔のテレビ。ブラウン管のテレビとかね。あ、こっちもできる。いいね、いいね、いいね。エスケーパーもいい。お、フグ！フグ出てきたぞ、おい。フグさ、フートくん。こいつ針飛ばしてくるやつか？あ、泡？なんだこいつ。来い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 。ちょっとスルーする。爆発とかすんの？あ、壊すと弾ける感じね。弾けて混ざれみたいな感じか、ベジータの。あ、いいねいいねいいね。バブルスプレッド。なんか誰かに似てんね、この子。この子というか。この敵、なんかこの可愛げなる顔誰か見たことがある。ヒットすると周りの1マスに誘爆するバブル攻撃。あ、4のバブルショットみたいな感じかな。ショットガンの水属性バージョンみたいな感じだろうね。P か。P コードはちょっと保留でいきましょう。さあ、新しいチップどんどん出てくるね。お、スプレッド J。J 来たね。ABCDAFGHIJ。H かな？スプレッドガン。HIJ が来れば、新しいプログラムアドバンスが来ますね。欲しいな。うわ、どかさないでくださいよ。ワールド3のウイルスかと思った。え、私？何してるのかって見たらわかるでしょ。自動販売機の修理ですよ。邪魔しないでください。修理してるんだ。なんだか最近調子が悪いんで見てもらってるんです。なるほど。頑張って。こんにちは。こちら水道料金のお支払いカウンター。子供には関係ないとこだ。水道工事の相談。ここも子供には関係ないね。ここか。水道局へようこそ。ここから安全安心なお水をご家庭でお届けしております。水道局行くと、実際こんな丁寧な受付あるんかな？ちょっと俺わかんないんだけどね。こっち行けないのかな？スイッチ押さないとダメなんじゃないっていうけど、そっちスイッチ押してもダメなんだよね。こっち？水道局。で、こっちが科学省か。ほう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 。わかりやすい。ここはこの国の科学の最先端科学省だよ。ペットのこと何でもお任せさ。ということで、担当してる研究、プログラムダンスについて話そう。あ、ここで、あれだね、初見の人でもわかるように解説が入るんですな。ナビにデータを送信するとき、バトルチップの組み合わせによってはチップが融合進化することがある。例えばキャノンをチップコード順に3枚、そうだね、ゼータキャノンになって、同じ系統のチップを同じコードで使ったときのプログラムアドバンスが起こることがある。そう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 。これはソード、ロングソード、ワイドソードみたいな感じだね。まだちょっと動画で出してませんけど。ここもいけない。ブツブツ。こういう人いっぱいそう。科学省。はい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 。あ、LINE来ちゃった。ごめん。通知切っとかないとダメだよね。実況中ね。ごめんね。マナーが悪い実況者でね。ヒカリさんの息子なの？ヒカリさんなら研究室だと思うけど行ってみる？行きまーす。はい。あ、ありがとう。設定してくれたわ、エレベーター。逆に他のとこに行けないっていう。あれもあるんだけど。まあ用事もないからね。ありがたいよね。さあ。そう、修学旅行沖縄に行ったんだけどさ、役所のさ、エレベーター、県庁行ったんだけど、すごい多いよね、フロアがね。うん。そう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 。どこ行ったらいいかわかんなくなるし。本当にね、多分東京都庁とかすごいんだろうね。そう考えるとありがたいかもしれない、さっきの心遣いは。子供なんか特にね。で、新しいやつ来たね。そんなこんな言ってるうちに。フレームラインのやつか。あ、くそ。外した。ああ、もう2発も外しちゃダメでしょ。水属性なんだ。ええー。なるほど。こいつも欲しいな、ぜひともチップ。なるほどね。4の時はね、いましたよ、もちろん。フレームラインっていうバトルチップで、こいついたんだけど。水属性のやつはいなかったから初めて見たわ、こいつ。アクアタワー。まあ、水版でしょうね。フレームタワーの。地面に沿ってびっくりです。120か。フレームのやつより強いのが威力じゃあ。100だもんね、こっちね。へえ、そうなんだ。アームね。はいはいはい。これも機会があれば入れていきたいね。ちょっとまあ裏でチップを集めとくのもありかもしれないな。ちょっとチップがだんだん強くなってきたから。うん。光博士という人。ペットを開発したのがそうなんだ。お父さんなんだね。で、今はその息子さん、あ、光正か。おじいちゃんか。で、パパか。が研究を受け継いでいると。そうね。テレビを全部チェックして集めるアイデアがないか探してるよ。普段のね、生活から、もう科学者とか、クリエイターの方がね、アイデアを浮かべるわけですよね。じゃあエレベーター行きましょうか。これプレイガインできますね、ちなみに。できないか。で、パパの部屋に来たか。お話は聞いてます。ヒカリさんの息子ですね。でも今日は朝から席にいない。へぇ。何か用事ができたのかな。ほうほうほう。出張とかだったら悲しすぎんだけど。ごめんなねと。パパ出張なんだ、みたいな。研究着、胸のライセンスに光雄一郎と書いてある。パパが科学省勤務ってさ、めちゃくちゃかっこいいよね。あれごめん、テキスト飛ばしてしまった。僕ら強化プラグがないか、パソコンの中見てきてもいい？いいよ。じゃあプラグインお願い、僕行ってくるから。はい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 。ちょっとこの辺りも探索したいんだけど。何も入ってない。え、じゃあ冷蔵庫からなの？大丈夫か？休憩してないんだろうか？プラグインの実験用に使われてるモニター。プラグインも、あ、できるできる。実験、プラグインの実験とかするんだね。あ、ハイキャノン。J か。俺が今持ってるハイキャノンって、なんだったっけ？1枚確か持ってんだけど、I か。あ、IJ。もう1枚で多分ハイキャノンの方も揃うね。そしたら多分、ゼータキャノン2になると思うんだけど。あ、F。F、I、J。コードね、キャノンね、いっぱいありますよね、今作ね。普通のキャノンってなんだっけ？ A, B, C, D, E, F とか、E とかまであるからね。光さんは我々に感情を与えてくれました。だから人間のように怒ったり笑ったり悩んだりできます。それこそ人間の証明。私の気持ちは人間です。我はもう故に我あり。もうね、どこからか人間、どこからか涙なのかもうね、わかんなくなるよね、普通にね。この辺ちょっとタイムリーな話になってくるんだけど。あ、ラットン来た。いまいちパッとしないバトルだったんだけど、ラットン来てくれたわ。地面に沿って進むネズミミサイル、一度だけも、これ入れてこうよ、A だし。これぜひ入れたいね。何と変えようかな。威力いくつだっけ？ 80 か。強いな。スプレッドかなね、プログラマーダンス用に入れる分にはいいけど、これ単体だと正直ちょっとパッとしなくなってきたね。スプレッドにしよう。実験ナビ。ここで新しいペットの開発が行われています。確かこの研究室から最新技術が組み込まれるとナビが作られたそうですが。一度お会いしてみたいものです。確か人間の、おーっと私としたことが最重要機密を喋ってしまうと。これはね、これは結構意味深な発言ですよ。これは覚えておいてください。さて、じゃあ行きましょう。寄り道はおしまいだ。プラグイン、こっちか。ペッツって書いてある。デスクトップの、カバーのところ、ペッツって書いてあったわ。私は留守番をしているプログラムです。パパさんのナビじゃないです。ロックマンさんの強化プログラムですが、ここにはありません。パパさんのペットの中。うん。そういえば、パパのさ、ネットナビって、作詞一回も出てきてない気がするんだけど。どうなんですか？どんなナビ使ってるんだろうね。しょうがねえな。じゃあ伝言だけでもしとくか。カタカタ。はいはい。OK。じゃあお願いします。パパに伝えてくださいね。はい、お預かりしました。そしたら、どうしたらいい？今日も特に寝ろってことか。こういう文章が来たらもう十中八九寝ろってことなんで、もう家に帰ればいいのかな。お、で、パパのおやつが、手に入れられた。これ何？ウイルスマシン。ウイルスバスティングのトレーニング用。へぇ。なるほど。あ、できるんだ。やってみる、試しに。はい。俺のロックマンの強さに応じたウイルスが出てくるみたいですけど。ちょっと、この辺りにしとこうかな。どうしようかな。だんだん怖くなってきた。フラグアウトして、じゃあ、うちに戻るか。で、多分帰る前になんか、下手したら、もう一悶着あるだろうけど。どうなんでしょうか。いや、ほんとさ、エクゼマンのさ、フィールド、めちゃくちゃ白いよね。ほんとそこに俺はね、感動してますよ。新しいマップ行くたびに。そう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 。5とか4とかは、中身はすごい、充実して楽しいんだけど、グラフィックも上がってますしね。ただその分ちょっとフィールドがね、簡素化されちゃってるんだよね。やっぱ1とかだけど。そこだけ本当に、すごい違いがあるな。どうしよう、じゃあ帰る前にウッドマンってやってこうかな、一勝負。どんな感じだろう。500、あ、500ならいけるな、全然。ナンバーマンと同じぐらいか。さあ、行きましょうか。こいつはね、あんま素早くないと思うんで、攻撃にだけ気をつけてさ、行けば。こっちの攻撃は全然当たるんで、危ない早い。落石といい、地面からの攻撃もそうだね。めちゃくちゃ早いな。あ、ほら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 。ほらほらこれ。斜めとかになったら無理じゃねえ斜め回避じゃなきゃ避けらんない攻撃来たら無理じゃねえ。これどうしよう。インビシ入れなきゃきついな。だからそっか、メットガードとか3秒っていう長い時間、有効な時間になってるんだね。そういうことなのかな。避けさせるつもりがないってことだね。制作者さん。そういうことか。4とはその辺、週が違うね、やっぱり。頑張れば避けられるかな、反射で。常に動いといた方がいいんかな、それともね。ダッシュアタックを当てていきたい。ゼータキャノン打ちたいな、できれば。OK、受けて。OK、OK、いいよ。危ない凶悪な体内を追いつけてきたな、急に。ちょっとこれアドだな、アド案件。一旦待つか。ジェータキャノンをお見舞いしてしまえばもうあとは楽でしょう。はい、避けてく。一発当たっちゃったけど、まだ大丈夫だよね。はい。危ないナイスやっぱ常に動いてるのがいいかもしれないね、これ。で、あー、ラットンが来た。A、A、K、K、K。じゃあ KK かな。で、次のターンまたアドかけてからの、ジェータキャノン来ればそれで終わりでいいし。危ないよ。なんかキーハイだ。なにこれ。あ、回復やべえ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 なんていう回復量だよ、しかもそれ。そんなんありちょっと待ってよ。やべえ、50しかねえ、もう。これ次当たったら終わりかな。やばいな。動いてく。動いてく。おっばーさあ、ちょっと俺にまだ自然を守るには早かったようだな。ちょっとこれ後だよな。フォルダをまた変えてから挑戦しよう。ウッドマンめちゃくちゃ強え。てか、エクゼ1の仕様が本当に、適応していかないとダメだね。俺自身がエクゼ1の仕様に適応していかないとダメだね、これは。メットガード入れるのもありかもしれないし、ウッドマンに関してはちょっと炎系のチップ入れていった方がいいかもしれないね。ダメージ変わるんかな変わんなかったらそれまでなんだけど。こっちいけないのかななるほど、ちょっとメットガードを視野にいっとこう。さあ、じゃあ帰りましょうか。あ、メール。パパ気づいたかな。おう、実験中だったんだ。せっかく来てもらったのにごめんな。お詫びにこの前言ってた強化プログラムをやろう。うまくデータが圧縮できたんだ。これでロックマンは結構、結構。科学者らしからぬ表現だな、結構というのは。はいはいはい。お、HP メモリー。あ、バストアップも来たやったへぇー。オッケーオッケーオッケー。メール、そっか、圧縮できるくらいまで容量が減ったってことか。さすがパパだ。で、ちょっと、あれだな。チャージを開けていきたい。バストアップ使っていきましょう。えレベル 13? 結構上がってたんだね。気づいたら。そんなにメモリ取ってたんだね。で、これでチャージ3段階目。これ結構チャージが速くなった。パパじゃないけど結構速くなったんじゃないかな。ママただいま。どうしたの何度も出たり入ったりして。出たり入ったりしよう。出たり、出なかったりしよう。忙しいからね、やっとくわね。じゃあちょっと今回この辺りで一旦切ろうかなと思います。ちょっと裏でバトルチップとかまた手に入れといて、フォルダもね、変えていきたいなと思うんで、はい、また頑張っていきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。